モービーはアメリカコネチカット州出身のミュージシャン。作詞、作曲、演奏、編集などすべて自身が行う。これまでリリースしたアルバムのトータルセールスは2000万枚を記録している。ブーーチャイルド名義での活動やブリトニー・スピアーズへの楽曲提供なども行っている。また、ニューヨーク自宅金のカフェ、ティニー、グッズショップ、ザリトル・イディオットを運営している。 厳密な彩色主義者でもある。レー部音楽に関わっている人物としては珍しく、一切ドラッグを摂取しないと言われている。好きな映画監督は北野武史。写真家や執筆家としての一面もあり、チャリティー活動にも力を入れている。モービーという名前は彼の掃除であるアメリカ作家ハーマン・メルビルの代表作品、白芸にちなむ。 1982年にハードコアパンクバンドバチカンコマンドスのメンバーとして音楽活動を開始しギターを担当する。その後ポストパンクバンドのエイオルやノイズバンドシャプウェルなどで活動。テクノを中心にハウス、ハードコア、ビッグビート系などジャンルにとらわれない多彩な作品を発表している。1980年代今にイギリスで起きた セカンドサマーオブラブの影響を受けて1990年代、初頭から DJ 活動を始め、アンジェロ・ベデイラ・メンティのツイン・ピークスのテーマ曲をサンプリングしたゴーが、レイブ・アンセムとして大ヒットとなり、一躍世界的なダンスアクトの仲間入りをする。その後、レイブを離れ音楽スタイルを徐々に変えつつ、古いブルースなどをサンプリングして、ダンストラックに乗せた、 1999年のアルバムプレイによってそれまでのクラブ音楽のリスナーを超えて一般チャートで大ヒットポーセリンはレオナルド・ディ・カプリオ主演の映画ザ・ビーチのメインテーマとなりアルバム収録曲がすべてテレビ CM に使われるなどして全世界で1000万枚を超えるモンスターヒットとなった現在の音楽性はかつてのレーブとは異なり BGM やチルアウト音楽として 誰にでも聞ける幅広いポップな作風である。モービーは自身を定義する言葉としてクリスチャンを使うことにその言葉の曖昧さゆえしばしば否定的である。しかし自分はクリスチャンであると2003年の BBC のインタビューで答えている。その BBC のインタビューでは福音書との出会いについて語っている。1985年頃僕は キリストの教えについて読み、キリストが神聖であるというアイデアに、すぐに引っかかった。僕がキリストと彼の教えを愛しているというとき、それはとてもシンプルに、純粋に、主観的なことを意味する。僕は、決して、僕が正しいと言っているわけじゃない。けれど僕は確かに、他の誰の心情も批判したくないんだ。また、彼は2003年のアマゾンドットコムのインタビューで、こう言っている。 僕は、それがどんなことでも本当に知るということはできない。それでもやっぱり、とても主観的なレベルで僕はキリストを愛している。僕はキリストを神であると理解している。しかし僕は、自分は小さくて、僕たちが生きる宇宙ほど歳をとっていないとも、断定している。僕は、自身の心情を真面目なものとして考えている。しかし他の人に僕は正しかったと伝えることには、しっくり来ない。 2006年9月20日、ソジャーナーズ氏のオーディオインタビューでは、こう語っている。僕は、新約聖書、特に福音書を読んだ。そして彼らの神聖さに戸惑い、人間はそれを自身らで理解できなかったと感じた。僕たちは、ただ賢さに欠けるんだ。また、彼は、自身のブログでも信仰について触れている。2007年1月19日、 アレクサンドラ・パローシー監督のフレンズ・オブ・ゴッドについて、この映画は、福音主義信者の権利についての問題とキリストの、競技がいかにかけ離れているか、僕に思い出させたと綴った。ローリングストーン氏が選ぶオールタイム、グレイテストアルバム500において、第341位。CD のバックカバーには、収録曲名とレーベル情報以外には、モビーと表記されているのみ。 フロントカバーにも画像以外の文字情報としてはモビーと表記されているのみ。1曲目のドロップ、A ビートを削除して曲順を繰り上げ、12曲目にサウザンドを追加したものがザストーリーソファー。ありがとうございます。